和し栄一郎は、日本の政治家、公認会計士、税理士、行政書士、自由民主党所属の衆議院議員、外務副大臣、農林水産大臣政務官、衆議院環境委員長を歴任、新潟県新潟市生まれ、実家は魚屋で、祖父は、酒山塾を経営していた。新潟市立堺東小学校、新潟市立堺和重学校、 新潟県立新潟高等学校、東京大学経済学部卒業。2001年、新日本監査法人に入社。2005年、新日本監査法人を退社し、和潮栄一郎公認会計士、税理士、行政書士事務所を開業。2005年、第44回衆議院議員総選挙に、民主党公認で、新潟2区から出馬。 選挙区では自由民主党の近藤元彦に敗れたが、重複立候補していた比例北陸新越ブロックで復活し、初当選した。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、民主党公認、国民新党推薦で再び、新潟2区から出馬。同選挙区からは、社会民主党の米山昇も出馬したが、自民党の近藤、社民党の米山を破り、再選。 2010年1月、石川智博衆議院議員の逮捕を受け、同期統制の議員で構成される石川智博大議士の逮捕を考える会に参加した。2010年8月、長島明久を会長に設立された国軸の会に参加した。2012年10月、野田第三次改造内閣で農林水産大臣政務官に任命された。2012年12月の 第46回衆議院議員総選挙では、新潟2区で自民党新人の細田健一に敗れたが、重複立候補していた比例北陸新越ブロックで復活し、参戦。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙では再び、自民党前職の細田に敗れ、比例復活により4選票差は102票で、1994年の 小選挙区比例代表並立制導入以来、最小だった。2015年1月の民主党代表選挙では、元幹事長の細野武氏の推薦人に名を連ねたが、細野は決選投票で岡田克也に敗れた。2016年3月27日、民主党、維新の党の合流により決闘した民進党に参加。同年10月、 新潟県知事選挙の候補要率をめぐり、黒岩酒井を県連代表が隕石辞任したため代表代行に就任し、2017年4月に県連代表に選出された。同年の第48回衆議院議員総選挙に際し、前原政治民進党代表が9月27日、民進党を事実上回答し、希望の党からの立候補を容認する方針が表明された。 希望の党に合流する方針が示されたものの、和潮は希望の党への合流を拒否し、10月4日に無所属で新潟2区から立候補する意向を表明した。選挙公示日である10月10日、希望の党への合流という党の決定に反することになるために伊藤届を提出。新潟では2区を除く、選挙区では野党系候補が、 立憲民主党や無所属に一本化されたが、2区のみ、日本共産党が候補者を擁立。結局、どの政党の推薦も得ずに無所属で立候補した和が、和しおが自民党と共産党候補を破り、合戦を果たした。新潟県、第2区のみ、県内で野党共闘が成立しなかった。10月28日に記者会見を行い、10月10日の離党届の 提出理由として、組織決定に造反するときは離党するときだと思っていたと述べた。また、10月27日に開催された、民進党両院議員総会で党席が残る、衆参議院と地方組織による党の存続が決定したが、離党届を取り消しは行わないことを表明した。そして以後の活動に関して、希望の党や立憲民主党には入党せず、 民進党席を残したまま衆院選に出馬して当選した衆議院議員らが結成した無所属の会にも参加しない意向を示した。11月1日、衆議院本会議で行われた主犯指名選挙では自分自身に投票した。11月2日、民進党は、わしおら3人の衆議院議員が提出した離党届を受理し、離党が認められた。 2018年10月に行われた新潟市長選挙では自民党元参議院議員の中原81の支援に回った。2019年3月20日、自民党へ入党を申請した。自民党新潟県連は細田が引き続き選挙区支部長を務めることを条件に入党を認め、22日に正式に入党が了承された。2019年9月、 二階派に入会した。10月4日、環境委員長に就任。2020年6月26日、次期衆院選に、新潟2区からの出馬を表明。同年9月外務副大臣を拝命。2021年2月10日、中日イラン大使館がオンラインで開催した、イランイスラム共和国革命記念日42周年式典に、日本の外務副大臣として、 挨拶のビデオメッセージを寄せた。同年10月11日、自民党本部は、計295人の次期衆院選一時、公認候補を発表した。和潮は一時公認で、比例北陸新越ブロック単独での公認が正式に決まった。2021年の第49回衆議院議員総選挙には、比例北陸新越ブロック単独で出馬して6選。 英住外国人への地方選挙権付与や人権侵害救済法案には慎重な立場を取っている。また、朝鮮学校の授業料無償化にも慎重な立場であり、民進党において朝鮮学校無償化を慎重に考える会の代表世話人を務めていた。和潮は2017年4月5日の財務金融委員会において北朝鮮のミサイル発射に対して、 最近北朝鮮情勢、北朝鮮の挑発が相当続いているという認識を示した上で国家としてしっかりと主体的に防衛体制を組んでいかなければならないと防衛強化の必要性を述べている。安倍外交については頑張っていると評価しつつも国際貢献の方はそういうお金があるんだったらもっともっと別の使い方があるという声の方が大きいとして 政府の PR がなかなか国民に伝わっていないという考えを示している。市民の党に所属する厚木市議会議員が代表を務める政権交代を目指す市民の会に、和紙、お江一郎東京応援団から約330万円の資金が提供されていた。また2005年には市民の党に所属する地方議員16名から和紙の名前を冠した。 政治団体に対してなされた献金2550万円のうち2500万円が市民の党関連の政治団体へ献金されていた。ありがとうございます。